東京から北へ150キロ、栃木県の北部、那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると、塩原温泉にたどり着きます。古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町、塩原。塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで塩バーラブ、第143回、始まり。皆さんこんにちは。こんにちは。パーソナリティの高一です。そして塩原高原大根のフロフキンです。フロフキンちゃん、こんにちは。こんにちは。6月いっぱいまで塩原温泉では、ウェルカム新緑、ウェルカム塩原ってね、いうことで株のキャンペーンをやってましたが、まあ、無事終了となりまして、今ね、産直の直売所なんかには、大根がだいぶ並ぶようになってきました。実はね、知り合いの農家の人のところにね、訪れました。ちょっとこれ持ってきなってね、渡してもらった大根、すっごく太くて、ちょっとね、大きくなりすぎちゃったのかもしれないんですけれども、本当に1本持っても重い。それ3本袋に詰めてくれたんだけどいや、なんでこの重さはってぐらいね、もうすごくみずみずしく、大根もね、これから美味しくなってくるんじゃないかなと思います。それでは最初のコーナーです。塩原で起きたあんなこと、こんなことを紹介していきます。ローカルニュース塩原事件帳。食に関するお話ですがね、7月からということでね、まずこんなお写真からご紹介します。どうぞ。おや、はい、夏にぴったり完熟トマトの味わいということで、塩原のもう定番のグルメともなってきましたクールトテ、トテ焼きの冷たいバージョンとなってきましたけれども、さあ今年の夏のね、今完熟トマトという紹介をしましたけれどね、この販売7月1日から始まりました。ちょっとね、新聞にも掲載された記事を読んでみましょう。今年のテーマは完熟トマト。温泉街の和菓子店や果物店、温泉まんじゅう製造会社など5店舗が、那須塩原市産の完熟トマトを使った5種類のクールトテを考案、7月から9月の期間限定で販売するということです。このね、お写真の中に2人写ってますね、今井野生花さん、それから、通りの茶屋藤屋さんね、お二人写ってますね。今井野生花のクールアイストマトテは、濃厚アイスと濃厚トマトを組み合わせた冷たいトマトにかかる特製トマトソースとの相性が絶妙と、ちょっとね、あの変なところで区切ってしまいましたけどね。このね、とて焼きの話題、この後ご紹介していきますが、とて焼き初めて聞いたという方もね、いるかもしれません。とて焼きは丸く焼いた生地に具を挟み、クレープのように巻いたご当地グルメ。平成23年10月から販売され、今年5月末までに約7万1000個を売り上げた。すごい ね、 クールとては24年から夏限定で販売し、さっきは約4000個、今年は5000個の販売を目指すということです。頑張れ頑張れ。はい、今日のローカルニュース塩原事件帳は、夏に、ね、夏の風物と、ね、なりつつある、クールトテ、トテ焼きのクールバージョンが発売という話題をお伝えしました。それではここで映像をご覧いただきます。この店知ってる？日帰り入浴施設塩原温泉花の湯には、お食事処ぼて重があります。お食事だけの利用も可能です。このお店の名前にもなっているぼて重です。塩原の人はよく知っているメニューなんですが、マスター、一体この料理はどういうものなんですか？これはですね、ぼて重と言いまして、私が考えたんだけどね、昔、小さかった頃、あまり食べ物がなかった頃ね、これは母ちゃんがね、お焼きみたいな感じで焼いてくれた。それがよく考えてね、
そうだ、お袋が焼いてるんだから焼いてもらったんだから、ボテジュって母の手のことぶきって書こうと。で、あのお袋がよく焼いてくれたからね、で母の手のことぶきと書いてボテジュという名前でね、はい、あの本当に塩原の、あの裏名物です。裏名物なるほど。どういうものが入ってるんですか？これはね、ちなみに生地はケーキの生地なんですよ。それで中身はベーコン、トマト、それからキノコ、そしてあのチーズでね絡めて焼いてるものなんです。でソースはちなみにあのこれ白ワインで作ってるソースなんですよ。なるほど、美味しそうです。お食事どころボテジュさんの塩原裏名物ボテジュをご紹介しました。それではマスターご一緒に、はい、塩バラブ。知らなくてもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学マニアQ。さあ塩原のあれこれ三択クイズにしてね、毎回答えていただいておりますが、今日はねちょっと歴史の問題ですけど、もう勘でいって OK って感じの問題です。塩原は歴史がねとてもあるんですけれども、ね、すごい山奥といえば山奥、まあ、今はねインターチェンジとか、高速道路からスイスイと行けるので便利な場所でもあるんだけれども、昔は本当にこう山の中分け入ってね入っていかないとたどり着かないような本当にこうひっそりとしたね山里ですよね。さあこの塩原を、まあ、最初に治めたと言ってもいいでしょうか、統治した人ですね、12世紀の頃、塩原を治めたある豪族がいます。この人ね、この多分塩原という地名を取って塩原何々というふうに名乗って今もね語り継がれている人で、この人が最初に、まあ、館を建てた場所は、今は放牧場として使われています。さあこの12世紀頃塩原を、まあ、最初に治めたと言われる豪族の名前当ててください。 A 四郎、四郎ですね、四郎、B 六郎、 C 八郎そのまま468よくあるクイズパターンです。はい、12世紀頃塩原を治めた豪族の名前は四郎、六郎、八郎。さあ一体誰でしょうか。答えは耳寄り観光情報の後です。せーの、耳寄り観光情報。さあ今日はね、この耳寄り話題が豊富かなと思いましてね、時間ちょっと長めに取れたらなと思っておりますが、はい、さあ今日事件帳のところでご紹介したグルメはクールトテー。その通り、合言葉がありました。いくよ、夏だクールにクールトテー。あいたたたってなんか目立ったけど、ね、あの急に動かないようにしましょうね、そうそう、いろいろね計算づくなの、はい、塩原のね平成24年から誕生した夏のとて焼き、789の3ヶ月間限定でね販売をするものなんですけれども、今年は、トマトとコラボ、そういえば去年はいちごだったね、夏乙女っていういちご、あーそうだね、夏に収穫ができるいちごとコラボしましたが、今回はね、地元の那須塩原市産のトマト、へー、できる限り完熟トマト使おうぜっていうね、ことらしいんですが、記事の中でね、先ほど今井屋製菓さんだけご紹介しましたが、今日ね写真もね用意できたので、その5つのとて皆さん気になってるでしょ、紹介したいと思います。
では、まずはその最初にご紹介しましたけれども、こちら今井屋製菓さんのクールアイストマトテ、うん、はい、トマはトマトのトマですね、うんうんうん、はい、クールアイストマトテ、クールアイストマトテ、はい、濃厚アイスと濃厚トマトのコラボ商品、うん、冷たいトマトに特製トマトソース、トマトチップを乗せて出来上がり。すごいトマトなんだね。そう、うん、このね、ご主人の話を聞いたところ、トマトチップがなかなかいけるらしいんです、うん、それもまさか自家製トマト揚げたんでしょうかね、皮か、ね、何か揚げたそうで、もちろん自家製、うん、いろいろとのアイデアで、この食感をちょっとね楽しみに入れるというのが憎い演出だと思いますだね、はい、もうこ の包む具材ね、このクールアイスってねなってますので、全部冷凍しておくんだよね。あ、その冷凍したのをこう組み合わせていくので、うんうん、とても冷たい仕上がり、まさにクールなトテとなります。いい、ね、うん、続いては、この、ね、記者会見の中で、出ていた、ね、果物屋カフェ通りの茶屋藤屋さんのトテ、こちらです。もう簡単な名前です。トマトトテ、うん、ネーミングもねトマトテにしようかとちょっと悩んだという話がありましたが、うん、やっぱりトマトと分かってほしいというので、うんうん、ひらがなでですけどトマトポチトテとなっています。いいね、ストレートな感じで、うん、トマトを皮ごとジュースにしてふんわりムースにまとめました、うんうん、トマトな香りをお楽しみくださいなるほど、そう、こちらはね、自家製のムース、ケーキとかね、いちごのムースのケーキとか、うん、あと、まあ、定番は、チーズムースを使って、フルーツパフェのような、ね、形で作り出しますけど、今回は皮ごとジュースにしてトマトムース、うん、どんな味なんでしょう、まあ、香りがパッとして、そしてほのかにピンクっぽくなってるんでしょうかね、うんうん、フロフキンちゃん実は隠れて味見をしたという噂ですがどうだったの？あのね、うん、トマト、そのさっき言ったムースでしょ、うん、食べて最初はね甘いのよ、うん、で最後にあトマトだって、あ、甘さだけで最初ちょっと分かんなかったけど、うん、だん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 トマトの味が主張してくるんだ。逆かと思うでしょ、後から来るんだよ、うん、じわじわっと来る、ね、いやこれね意外な組み合わせで、うん、なるほど、美味しいですよ、はい、うん、ぜひ食べてみたいです ね、 ね。さあ続いて紹介していきます。塩原物語館はもともとクールなトテですよね。そうですね、直売所のね、ソフトクリームを、うん、まあ、乗せて、まあ、トッピングした形になりますが、うん、もう名前は変わらず、ソフトクリームトテと言いますが、うん、こんな感じになります。ほう、刻んだ、トマト、さいの目のトマトをこう、まあ、散りばめた感じでしょうかね。合うわな、それ合うわなんかはい、夏にぴったりソフトクリームのとて焼きね、もともとそうなんですね、夏季限定で、那須塩原市産のトマトをトッピングしました、うんうん、で実はね、なんかバニラとかとトマトって合わなくないですかって聞いたら、うん、試食した人、うん、美味しいんですよ意外と。いやそう思うわ、うんね、これ食わず嫌いはいけないみたいでね、うん、一旦食べてみた方がいいです、うん、はい、さあ続いての、とて焼き、栄太郎さん、いつもねなかなかアイデアマン、うん、だいたいあのレギュラーとてが気まぐれなとてっていう、ね、ところがいいですけどね、はい、お写真からどうぞ、こちらです。どっとちょっとこれは、うん、過剰な演出なんじゃないかってぐらいすごいボリュームを感じます過剰はい、名前は I love トテ、あーいいね、もうご主人がもうトテ焼き愛してるみたいな感じですけど ね I love トテ、うん、栄太郎さんです、トマトをハートにカットしてね、この切り口がハートっぽく見えるよ、ね、それでラブなのね、うんうん、トマトをハートに、バニラアイス、ホワイトチョコ、生クリーム、そしてドライトマトをトッピングしてると。ほー、うん、このね
クールバージョンの時の栄太郎さんのホワイトチョコ、うん、実は好き。おお、うん、特別なホワイトチョコかどうかは分からないんですけど、うん、このねクールなトテのホワイトチョコのやっぱり食感も合わせてね、うん、甘みももちろんだけど、あのクリームだけじゃないちょっとこうカリッという感じ、うん、これがいいですよね。粒チョコとか入ってるとね、うん、あこんなに感じ変わるんだなと。なるほどね。食べてないのによく語りますけどね、ぜひ食べてみたいです。さあそして最後、5店舗目は、亀屋本舗さんの和スイーツクールトテです。お和スイーツクール、さあこんなトテです、どうぞ。どうねえ、今年はトマトあん、おあんこのあんですね。お今年はトマトあん、酸味と甘さをバランスよく炊き上げました。うん、抹茶アイスとのコラボをお楽しみください。トマトと抹茶、うん、すごい。どんなでしょう ね, ね、亀屋本舗さんは毎回ねクールトテの時は抹茶アイスというね、うんうん、こだわりもありますけれどね。さてトマトあん、うん、どんなちょっと想像がね、うん、先ほどトマトムースというのが出ましたけどね、はいはい、どんな感じになるでしょう ね、うん、またこのアイスとかね、どんなこうハーモニーというか。そうだよね、だって多分ちょっと酸味があるあんだよね、甘み。そして、うん、そう確かあの自家製のカラメルソースじゃなくて何でしたっけ、黒蜜だ、うんね、この辺のそうかそうかバランスがとても気になります ね結構みんな主張がありそうだもん ね、うん。さあ今年のトテ焼き、クールトテ、クールトテ、まあ、プラストマト、うん、さあそれぞれのお店がどんな味を出しているのか、ね、7月1日から9月いっぱいまで販売ということなのでぜひ食べに行ってみましょう。以上耳寄り観光情報でした。さあマニア級答えの時間です。忘れちゃいそうだったね今も美味しいネタばかりなんかね、はい、今日の問題は、12世紀頃塩原を治めた豪族の名前、塩原何々と名乗っていたそうです。 A 四郎、 B 六郎、 C 八郎、ね、これ地名にもなっているので塩原の人はもうピンときたでしょうね、うん。さあフロフキンちゃん答えをどうぞ。最後にすごいヒントを言ったような気がするんだけど C の八郎。 C の八郎、うん、素晴らしい正解です。そう八郎ヶ原、うん、八郎牧場なんていうことで呼ばれてます、うん、ね、まさに八郎ヶ原知ってたんだ。なんか耳にね残ってただけ、どういうところとか全然わかんないよ、うん。ちょうどですね、温泉街からだと高台になってちょうどねこう温泉街を見下ろすような場所かなという感じですけれども、日円もみじラインを登っていって、奥塩原荒湯温泉、ね、うんうん、あの硫黄の匂いがふんと漂うね、うん、あの硫黄山のすぐ下のあたりに、大地というんでしょうかね広がっていまして、ここが、最初に住んだ場所、ね、館を構えた場所ということでその遺構が残っています。で、現在はそこはですね放牧場となっていまして、夏の間牛がですねこう繁殖をするためにこう放牧をされる、八郎牧場、八郎ヶ原、うん、放牧場なんかねそんな風に呼ばれていますけれどね、ということでね、塩原を最初に治めた塩原八郎家忠という名前が今も残っていまして、八郎ヶ原とね、読んでいます、まあ、このあとねいろいろな人々が塩原を治めてそのね、歴史もたくさんあるんですよ、まあ、12世紀っていうことですからね、これだけでもかなり長い歴史があります。はい、はい、それではもう一度ここでは映像をご覧いただきます。さあ今回また初登場のお店、この店知ってる？街の中をこんなに綺麗な川が流れている。塩原って本当にいいところですよね。
その自慢の景色を見ながらお食事ができるのがこちら、塩原物語館の2階にあるカフェレストランランプです。へえ、季節ごとにメニューが変わるんだ。あれ、エビユッポカレーって書いてある。どんなカレーなんですか？はい、塩原にある日本最大級の足をイメージしたカレーで、エビがカレーに使っているイメージですね。あ、カレーにエビが使っている、はい、面白そう。じゃあこれを一つお願いします。はい、お待たせいたしました。来た来た、エビユッポカレーになります。あ、これが足湯の形でエビが使ってる感じなんだ。エビだけと思ったら野菜もたっぷり、これは美味しそう。それでは早速いただきます。カフェレストランランプのエビユッポカレーをご紹介しました。ではご一緒に塩バーラブ。続いてのコーナーは、ふるさとを愛する気持ち、塩原を愛する気持ちから生まれた言葉です。塩原プラスラブで塩バーラブ。さあ、先月、ね、6月は消防団の活動というかね、大会があるというので、消防ネタ、ね、の話何回かしてましたけど、朝の練習、ね、早朝の練習で結構早起き大変だったんだけどね、意外ないいこう変化がありました。早起きの習慣ができた。おお。そしてですね、毎朝ね、その訓練に励む仲間を見ていて、よし、なんか運動すっかなという気になりました。おうおう。で、まだほんの数日ですけれども、この早起きの習慣を生かして体を動かそうということで、うん、お散歩を始めました。うん、まあ、ゆくゆくはね、まあ、マラソンに、まあ、昔ねマラソン大会、ハーフマラソンなんかは何回か大会出てるので、マラソン復活したいなと、お腹周りも少しね落としたいなと、それなりにこう、もう野望もありまして、ね、でただね、急に走り始めるとやっぱりアスファルトなんか走るとすぐ膝に来ちゃうので、うん、まずは自分は歩くことからっていうのでね、いつもそうだな、長い時だと1ヶ月ぐらいは歩いて、それから走り始めるなんていうことで、本当にね、初歩の段階なんですけれども、最初のうちはねグラウンドだけ、近くに、ね、自宅近くにグラウンドがあるので、もうグラウンドのなるべく大きく回って、ぐる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 ということでね、自宅を出てから、戻るまで基本的に体を止めないというのでね、1時間歩いて、おります、うん、でね、何日か歩いてちょっとお休みして、また始まって、最近はねちょっと足を伸ばして、すぐ近くに箱の森プレイパークがあるので、うん、早朝の箱の森プレイパークなんかにちょっとお邪魔したりしてね。あの坂上がっていくの？もちろん、歩いています、うん、まあ走ってるときついでしょうけど、歩きなので、うん、少しこうねアップダウンがあるっていうのは変化があってまたいいんです。うーん、うん、ね、そして歩いていたらね、やっぱりいろいろ発見があるね、うんうん、まあもうここは自然に囲まれているので、まさに静かなところに鳥の声がまずは聞こえてくる。で、あ、聞き覚えのある鳥だな、あれあれはちょっといい声の鳥だな、なかなか名前はわからないんですけどね、近くで鳴いていたり遠くで鳴いていたり、時にはやかましく何か喧嘩してるのかなとかね、うん、そんな声が聞こえてきたり、それから、まあ、お花の時期はだいぶ少なくなりましたけど、ね、話題にしていた山帽子なんかもね、うん、ずっと道沿いにあるので、あ、やっぱり今年の山帽子綺麗だななんていうことでね見たりとか、そしたらあれこれは見たことがない花だなんていうのも出てきたりして、数々の発見をしていくもんですね、うんうんうん、
まあ、そんなことでね、やっぱり歩いてみると気分ももちろん良くなりますし、じんわりと汗をかいたりっていうことでやっぱりきっとね一日の代謝が良くなったりしてるんだよね。うん、まあ、まさに早起きは三文の徳という言葉がありますけど、まあ、その中でね、まあ、塩原のこう自然の豊かさとかね、を感じられるなというふうに思ってね、なるべく続けていきたいと思います。うん、でこの箱の森プレイパーク実はね、今はね料金所を使ってないんですけど、料金所があった建物のところから坂道を下っていくと小さな橋を渡るんですね。うん、鶴沢っていう橋を渡るんですけど、車だとスーッと行っちゃって、あ川だなって終わっちゃうじゃない。うん、これがね歩いてると不思議なんですね。全く別世界に入る感じ。へ、特に帰ってきた時に思ったんだけど、うん、こう野鳥とかもう音は箱の森の音しか聞こえないっていうところでザーッとこう川の音でその音が全部消されてふっと世間に帰ってくる。うん、そうするとこう畑があったり建物があったりってい う, こう人工的ゾーンに戻ってきて、うん、なんていうのかな、千と千尋の神隠しじゃないんだけどこう別な世界、まあ、夢の国と現実の国を行き来するみたいで、うん、あこれ歩ってないと分かんない感覚だなとかってね思いましてね。でもすっごい贅沢な環境だよね。それ歩くってすごくいいなというのをね実感している毎日でございます。うん、はい、まあ、今日の塩原部はですね、皆さんも歩いたらっていうお誘いも含めて、今日中はね暑くなったりするけれどね、朝の時間本当に気持ちよく、やっぱり塩原の山のこう涼しさってね最高ですからね。うん、うん、まあ、これを見た方ぜひ早朝のお散歩なんかたまにやってみるといいんじゃないですか。はい、以上塩原部でした。最後のコーナーです。高一さん、何、今日はお知らせがあるって聞いたんだけど、はい、何でしょう。お知らせさせていただきます。はい、はい、那須塩原市交通安全対策協議会からのお知らせです。といえば、はい、夏の交通事故防止市民総ぐるみ運動を実施中、7月1日から10日までの10日間、7月1日から10日までの10日間は夏の交通事故防止市民総ぐるみ運動です。子どもと高齢者の交通事故を防止しましょうということでね、5つのテーマが、ね、あります。まず子どもや高齢者に優しい 3S 運動の推進、覚えてますか。うんうんうん、3つの S、 はい、なんだっけな、 スローとスロー、ゆっくり、そうね、減速、ストップ、ストップ、そう、危険を感じたら止まるよ。そしてあとなんだっけ、もう一個、見てあげることです。 C だ、 C、 そう、うん、C、 スロー、スロー、ストップ、ね、よく見て減速停止ね、こういうことでね、優しい運転しましょうということです。それから、全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい着用の徹底、ね、平成25年度中に栃木県では自動車事故で死亡した人42人いたうち、20人がシートベルトを着用してなかったそうです。でその、20人のうち15人はシートベルトを着用していたら助かったんじゃないかということでね、シートベルト本当に命綱ですからね、着用をしましょう。そして自転車の安全利用の促進と歩行中の事故防止、県内は自転車の事故結構多いんだそうですね。注意してくださいね。そして、過労運転無謀運転の追放、安全不確認が原因の脇見運転などの、ね、事故が多い。特にこちら携帯電話をいじっている、ね、歩行中も危険ですけど運転中も非常に危険です、うん、ね、歩行中、運転中の、ね、携帯電話など、まあ、もちろん、携帯いじらなくてもよそ見とかしないで運転の時は運転に集中しましょうね。
そして最後は飲酒運転の根絶。飲酒運転による、ね、死亡事故、非常に増えています。また最近、新聞などでもね、酒気帯び飲酒のね、逮捕の記事がよく載ってます。こういったね、飲酒運転、しないようにしましょうね。ということで、いつももちろん心がけたいところですけれども、夏の交通事故防止運動実施中ということですので、皆さんもぜひこの機会に交通安全について考えてみましょう。ということで、はい、お知らせさせていただきました。はい、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。さあ、以上で、高一の塩原の今日の分終了となります。塩原プラスラブで塩原ラブ。